ついにコカ・コーラ系列もエナジードリンク出しましたね。リアルゴールドってありましたけど、まああれを前の時代のエナジードリンクってそういう風に定義するかもしれないですね。これバーン、これ2種類あるんですけど、これちっちゃい方ですね。エナジーブーストってすごい凝縮してるような感じです。200円で安いですね。成分って意味では250ml の缶と同じような感じだと思います。これペットボトルですね、ちっちゃいですけど、本来これキャップ回せばいいですけど、ちょっとカバーを取ってみます。こんな色ですね。なんか意外に薄いですね。香りなんかレッドブルとかのエナジードリンクっぽくないですね。なんか栄養ドリンク系の味、まあやっぱ凝縮されてるからかもしれないですね。あ、これ炭酸入ってないですね。エナジードリンクっていうと炭酸が入ってる、そういうイメージがありますけど、これ炭酸ないですね。まあ被るところって言えば従来の栄養ドリンク、それと被るところがありますけど、あちらですとなんか疲れたなーって時とか、仕事でだらーっとした時に飲む、なんかちょっとネガティブなイメージがありますけど、これは何かエナジードリンクと同じようにこれから何かするぞっていう時に飲む、そんな感じじゃないのかなと思います。系列的にはいわゆる栄養ドリンクというものと同じ感じですけど、なんか強い感じはないですね。あっさりとしてます。まあ使い方としては従来の栄養ドリンク、それをもっと若者向けにアレンジしたのかなって、そんな感じがしますね。炭酸嫌いな人、その人はこのブースト、これがいいと思います。